はい、始まりましたマテチャンネルです。さあ今回はですね、総計の一番下のレベルの英語の問題ってマーチより簡単なのっていうことなんですけど、はい、総計のね英語の問題で言うじゃないですか、よくね、総計とこのマーチには壁があるって言ってね、超えられない壁があるんだって言うんですけど、超えられる壁ありましたということで、ね、まあよくね、その文系学部の人たちにはね、このまずは小学部ですね、慶応の小学部超えられるレベル、ここと戦えるレベルまでいかないと他はきついぞと言うんですけども、実はもっと優しいとこあるんです、うん、まあ慶応の理工はちょっと難しくなっちゃったんで、昔は超基礎だったんだけどね、意外と薬学部はめちゃくちゃ難しいことが多いので、なんで、でじゃあどこなんだってことなんですけど、看護医療です。はい、そうなんですね。看護医療が、まあやってみていただければわかるんですけど、まあ、読解も優しいですし、今回やるその文法、全問正解できるかやってみてください。全問正解はちょっと難しいかもしれないけど、文法、語法と単語と並べ替えやりましょう。はい、じゃんじゃん解いていきましょうか。I need to schedule an なんとか with my dentist ですね。はい、デンティストとの予約ですけど、そうです。an って来てるから名詞、appointment。簡単。そうなんです。このレベルなんです、実は。I have been なんとか lately, so I think I need to get more sleep. I've been tired ですね。はい、私。うわ、tired ね。疲れさせられる側です。tiresome は厄介だみたいなね。で、次が、Psycho Lake, あ、Psycho ね。Lake in Yamanashi Prefecture is at the foot of Mount Fuji には、だとか、あはつかないですよ。そのまま Mount Fuji ですね。次、I need なんとか information before I choose a university. University を選ぶ前に、より一層の情報が必要ですは、C の father ですね。B の father は距離ですね。未だに出題されるやつね。はい、でも C のファーダーも距離表しちゃうから、だから C のファーダーがいる場合は B のファーダーは絶対正解にならない。次、 If I've been practicing outside all day 一日中練習してて You なんとか be exhausted ですね。で、一日中練習してたから疲れてるに違いないですね。 You must be 超簡単じゃないですか。そうなんですよ。はい、次、 My nephew なんとか at university for one semester so far。 はい、 so far が来てるから現在完了ですね。 has studied。 ほら、基礎ですよ ね、僕のあの基礎英文法講座の知識で解けるやつばっかりじゃない。じゃあ次、 The teacher asked the class to work in、 あ、これは知らないかな。 On the assignment ですね。その課題をペアでやるは Work in pairs です。はい、 In a pair ではないです。 In pairs って言います。知ってました？ The World Flamingos concert was sold out。 おしまい。 Sold out within minutes of the tickets being released ですね。発売されて数分以内に売り切れた。次、よくあるやつですね、トイックとかでも。The rain, the outdoor concert continued as planned ですね。予定通りにってやつですが、はい、後ろ名詞来てますから、despite the rain っておしまい。次、I need to buy new clothes because my old ones are worn, なんとかですね。worn out ですね。はい、こう、擦り切れちゃったり、ボロボロになっちゃうってやつね。wear out。着るだけじゃなくて、擦り減らすがあるからね、wear には。次、I have been working on this project for weeks and I'm almost なんとかってですね。I'm almost done with it ですね。はい、これもうちょっとでおしまいってやつです。そう、be done っていう形があるので、これ結構知らない人が多くて、I'm already done とかって言えますからね、普通に。この have done の形の能動態しか知らない人多いですけど、be done でもよく使います。次、The movie was so scary that なんとか sleep that night。ほら、中学レベルでしょ？ね、すごく怖かったので寝れなかった。I couldn't ですね。I can't decide なんとか these two options. They both seem appealing ですね。attractive の意味ですね。appealing は。はい。two options が来てるから、between ですね。はい。decide between は出てくることあるので、これは重要ですよ。はい。難関大でもって一瞬言おうとしたけど、はい。一応、大学としては難関大ですね、これもね。次、I love that cafe's coffee. I go there なんとか every day のね、表記。はい、これね。副詞として使う場合は、every と day を分けます。every day。で、一単語として使う場合は、形容詞として、everyday conversation みたいな形、後ろの名詞にかかるときです。これ、正誤問題で問われることが一応あるので言っておきます。ネイティブも知らない人多いですね。次、when is the weather going to change? いつ天気変わるの ?yesterday it rained, なんとか day って言ってますね。はい。yesterday で everyday だったら面白いね。all day ですね。一日中ってやつです。これ結構間違える人多いですね。で、次、I stopped なんとか white rice. It's just the empty calories. はい、stop, ing ですね。するのをやめる。stop to do だったら、ライス食べるために立ち止まる。empty calories っていうのは、栄養価がないことですね。カロリーだけが高いってやつ。そうなの？ライスって。だからまあ、stop eating でしょうね。食べるのをやめたでしょうね。食べるために立ち止まって、
カロリーが高いだけでおかしい。次、 When you finish the assignment、 アサイメントなんかで出てくるな。 You なんとか leave、 You may leave ですね、はい、していいよってですね。 A good student always hands なんとか her homework on time、 時間通りに宿題を提出する、ハンドインですね、はい、ハンドアウトが配るでハンドインが提出する。次、 Plug the USB cable なんとか the computer into ですね、 Plug なんとか into です。はい、このレベルでございます。できました？全問正解しましたよね、もちろん。続いて単語でございます。さあ、単語を完成させることできますか？これ意外と難しいかもしれないですね。でもこれね、頭の1文字だけでいいんですよ。ほら、 Nurse ってやって N を選べって言って、ね、それだけなんですけどね、ずるって思ったけどね。最初、何もしないで過ごすは、そう、 Idle ですね。空転するっていうの、これアイドリングストップですでしょ。アイドルオタクのアイドルじゃないですか、ね、次、気づく、言及する。気づくよりも言及の方が有名だよね。 Note、 気づくは Notice の方が有名だよね。次、分別、出産、配達、デリバリーですね。配達入れちゃうと簡単だな。そう、子供産むのもほらデリバーですからね。密封する、 seal か、 S の方ですよね。卑近だ、浅ましい、 mean ね、はい。主催する、 host、 司会する、なんとかかんとか主催とかっていうね、司会のことです。訓練を受ける、 train ね、はい、訓練するって意味までね、この鍛える。像、イメージ、曇らせる。結構これ難しいかもね。クラウドでしょ。動詞のクラウドってそんな使わないでしょ。見かけないと思う。ひな型、定型書式例、テンプレートっていうね、日本語でね。テンプレートね。はい、糸、はい、これ、脈なんとか。スレッド、日常でも聞くからね。次、逸材、才能、タレントね。これよく出題されますよ。多義語問題とかね。次、危険を犯していく、思い切ってする。ベンチャーか、思い切ってする。だから窮地、ひとつまみ、あ、ピンチね、はい、ひとつまみの方で分かった、ピンチ。通して、終わりまで全く、スルー、はい、駆け引きをする、値切るはバーゲンね。そう、バーゲンって値切るですから、ね、緊張、テンション、複雑な集合体、コンプレックス、同意する、承諾する、コンフォームか、コンセントか、まあ、どっちにしろ C かコンフォーム、一致するのか違うかな。はい、どうでした？単語問題解けました？続いてこれが、はい、一番まあこの中だったら厄介な並べ替えですね。病気に関する適切な専門家を見つけるだけでなく、自らの物語の専門家としての自分自身を信頼するにも10年を要した。で、 N まであるからめっちゃ多いじゃんね、はい、14あるわけでしょ。14択あって、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個しか使わないから、だから似たのどかさなきゃいけないんですよ。で、まあこれもね、普通に動画でやってますけど、はい、時間がかかる、 It took 時間です。で、だから take のその引っ掛けになるやつに cost がいるとか spend がいるわけですよ。今回 cost がいますね。で、さらにこの項目を取るときに、あ、 require も引っ掛けにいるな。 take 人、時間の形になるのか、 take 時間 for 人 to do なのか、どっちかを考えろっていつも言うんですけど、今回 for がいないので、It took me 10 years っていうのができます。これめっちゃ大事な考え方ですね。専門家を見つける。で、not only but also が入ってるから、not only to find right experts, but also, で、believe か trust かですけど、trust myself ですね。自分を信じる。believe in yourself, believe in 人だったらいいよね。はい、ちょっと難しいかなと思った。こっち短いね。選択肢はいっぱいあるの、でも。大抵の人には部分的にしか立ち直れないことから 1,2,3,4,5,6,7 つ使う中で15個もあるよ、選択肢で。大抵の人は作るときに most people でしょうね。 most of があるけど the がないから、 the とか所有格必要だから無理ですね。 most of us だったら私たちのほとんどになっちゃうしね。で、それを作ったときに for とかっていうのがないじゃないですか、大抵の人にはって言った場合に。だからこいつを主語にするんだなっていうのが分かるんです。で、recovery っていう名詞なのか、 recover っていう動詞を使うのかって考えたときに、パートとパーシャリーがあるんだよ。だパーシャルがあるんだったら、パーシャルリカバリーができるはずなんだけど、パーシャリーだからこれ動詞を使うっていうのがわかるんで、だパーシャリーリカバードっていうのができるんだよね。で、相性がいいの from でしょ。で、その目的語になるやつも something しかいないから、選択肢の中に。 matters は違うでしょ。だから most people で、現在完了の have 入れないと数わないね。 have partially recovered from something っていうのを作りますね。これは厄介だね。女性が自らの顔に関する誤った話に耳を傾け、それを信じてしまうのは珍しいことではない。It's not uncommon. で、人という、for を必要でしょ。for 人という do にする。で、woman は単数。women が複数だから、for women
too ですね。だから not uncommon ってね、ややこしいよね。だからよくあるってことですよ。 for women too で聞く、だから listen to でしょ、で信じちゃう and believe the wrong stories ですね。間違った話を信じてしまう about my own faces ですね。複数にしないといけないですから、という感じでございました。さあできましたか。そうです。だまああといろいろあるんだけどね、挿入だったり段落聖書だったりとか、基礎的なものが多いですね。だからカンカン同率っぽい問題もちょっとあるんだよね。だからという感じで、まあマーチの問題よりは優しいことが多いですね、看護医療っていうのは。ただこれで今やったことが他のところに出てくるっていう可能性もあるわけで、結局昨日も和製法と刑法の動画上げましたけど、それに対して人感出てましたよとかってコメント来てましたからね。そうなんですよ、そういう風に他のところ出てくる可能性あるんで、はい、ぜひともお役に立ててください。はい、だからね、いつも高評価チャンネル登録をお忘れなくやってください、ね、必ず役立ちますから。はい、ということでございました。ご視聴ありがとうございました。テキボーキン。